はい、どうも、ゆっきーです。今回は、久々に、というか、初めてじゃないかな。料理動画ね。料理動画というかね、本格的なね、料理動画。やっていきたいと思います。まずは、カレーを作りますね。はい、カレーです。こちら。ね。先ほど玉ねぎ、切りました。1個。玉ねぎ1個を、適当にね、いちょう切り。何切りこれ。適当に三角形に切ります。で、まあ、鍋ね、これ圧力鍋です。アマゾンで3000円ぐらいね、安い、圧力鍋ね。買いました。で、まあ、ぶち込んで、鍋にまずぶち込んどいて、まだ火はつけません。そしてこちら、今日作るのは、とろけるビーフ用シチュー。これシチューじゃねえか。おい、カレーだと思った。ビーフ用カレーだと思ったらシチューじゃん、これ。まあ、いいか。お、ビーフカレーじゃん、と思ってさ。やったーと思ってさ、久々にビーフカレー食いてえし、これ買うかと思ってさ、買ったらこれシチューじゃん。ビーフシチューじゃねえか。まあ、シチューでも普通にカレーと同様にカレー食えるしな。で、肉はですね、僕ちん金がないのに肉はありません。健康ね、健康志向のスーパー野菜のみのカレーですね。玉ねぎ1個入れて、そんで次、人参を1本。人参先ほど買ってきました、人参ね。人参くんを。洗います。なんかね、最近ね、料理動画をね、見返したんですよ、俺の。なんかただの、カップラーメンに卵入れて食べてるだけの動画なんですけど、あれが3000再生ぐらいいってるんですよね。だからね、需要があるんではないか。で、これピーラーで剥きます。ピーラーで皮を剥きます。こういうね、生ゴミとかもね、なんだ、レッドローチがね、餌になるんでね。いいはいいんですけどね、ただね、レッドローチね、100匹か200匹ぐらい今飼ってますけど、あいつらだとね、明らかに、ね、食えないんですよね。そんなにね、レッドローチしかも幼体なんで、かなり食う量が少ないので。もうちょっとね、大量にいるんだったらね、まだね、生ゴミ、結構生ゴミの量って出るじゃないですか。だからね、生ゴミだけでね、全然餌足りる。で、こちら、乱切り。乱切りします。まあ、ちなみに僕、これでもね、調理師免許は持ってないですけど、なんだっけな。昔取らされたんですよね。高校生の時に。食物調理技術検定2級持ってますから。そう。食物調理技術検定っていうのを俺2級持ってるんです。その当時か、高校生の時は結構ね、料理のね、家庭科的なね、感じのね、高校2年生の時だったかな。家庭科のね、とかをよくやる、まあ、クラスだったんで。で、強制的に取らされた。食物調理技術検定2級というね、持っててもですね、ほぼ全く役に立たない。
よくね、勘違いされるんですけどね。面接でね、その食物調理技術検定2級って書いとくとね、これ調理師免許なんですか？調理師免許持ってるんですか？って、ことを言われるんですよ。調理師免許でございません。調理師免許っていうのはね、全くね、別物です。そして、じゃがいも1個。じゃがいもを1個入れます。じゃがいもがなかなかね、洗います。じゃがいものさ、俺めんどくさくてさ、じゃがいもってデコボコしてるじゃないですか。で、これ、たわしで適当に、こうやってきれいにします。こういうのはね、デコボコしてるんで、たわしでやった方が、よく落ちます。そして俺めんどくさがり屋でね、皮むくのめんどくさいんですよ。じゃがいもって。でゴゴゴしてるの。で、俺が思いついた方法として、こう大体見ますよね。で、まあ目があったら適当にこうやって、もぐんです。目は取り除かないとこれ下痢とかの原因になる。じゃがいもの目を大体取ったら、もうない。これでもう、皮ごと、俺ぐらいのスーパーめんどくさがり人間になると、皮ごとね、食べます。これ3等分にして。中途半端なやつ3等分にした方がいいですね。こういうの。Y の字にこう切れ目を入れて、中途半端なデカさ、半分でもなんか微妙にでけえなみたいな感じ、収まりがつかないときはこう Y の字に入れるという。で、もう俺はもうめんどくせえから皮ごと煮る。で、これをぶち込みます。鍋にぶち込んで、あとはこのまな板洗って、洗いますね。で、あとは適当に炒めますね。まあ、カレーなんてのはもう、俺ぐらいの空想下手な人間でも、ね、簡単にね、調理できちゃう。では、こっから、調理。本格的な、調理をね、開始。油がね、しまった。ちょっと油足しまーす。はい、ということで油ね、入れまーす。まあ油で、まあ炒める。
ということですね。火にかけまーす。で、まあこういうね、でかいね、あの野菜とかゴロゴロしたやつを炒めるときはこういうね、キベラ。これダイソーで100円で売ってました、キベラですね。これを適当に使って。ちょっとね、これ長いんですよね。もうちょっと短いやつがあればいいんですよ。まあ、ダイソーはね、ほんとにね、調理用具、用品とか、クソみたいにね、何でも揃いますから、ね。俺みたいな貧乏人にはね、このダイソーがね、大勝手。まあ、中火ですね。中火で。5分から10分ぐらい。まあ、炒めると書いてありますね。この時に、まあ、カレーのね、作り方、まあ、これ、シチューですけど、シチューの作り方ですけど、まあ、とりあえずこうやって、潰すっていうか、玉ねぎがさ、こう分かれてない時ある。束になってるんで、ここを割とほぐして、まあ、房をね、房になってるところをこうほぐしてやる。やった方がいいかなと思います。でも久々だな、カレーっていうの1年ぶりぐらいかもしれない。あれ、ほとんど作ってないから。まあ、シチューだけどさ。シチューなんて俺一回も作ってないよ。シチューなんて、人生で一回も作ってないから初めてだ。人生初のシチュー作り。ビーフシチュー作り。まあ、基本的に全部同じです。でね、5分経ったら水を、600cc 入れます。で、一応これ圧力鍋なんですけど、圧力鍋で煮ちゃうとね、圧力鍋で煮ると、材料がぐちゃぐちゃになるんで、圧力かけて煮ちゃうと、なかなかちょっと調節が難しいんです。確かに、これね、煮るのが大体10分間か20分間。違う、30分煮るって書いてあるんですね。圧力鍋使用すれば大体10分ぐらいで済むので、まあ、30分めんどくせえから、まあ、圧力鍋使った方がいいか。まあ、やりすぎると圧力鍋って、当然、煮込みすぎちゃうと、じゃがいもがね、半壊するんで。まあでも圧力鍋、一人暮らしには圧力鍋あった方が本当にいいです。圧力鍋は本当に万能。本当に万能くんです。
だから、じゃがいもをこれ加える、ああ。まあ、いっか。先にじゃがいも加えて炒めちゃったけど、これダメだ。これじゃがいも、後で入れるって書いてあるわ。まあ、いっか。まあ、いっか。いっかっていうのはもう遅いんだよね。完全にもう遅い。完璧にもう遅いという。先に書いとけって話。もういいですか？もういい、もういい。600cc 入れまーす。水ね。600cc 入れて。沸騰したらアクを取り、鍋の蓋を少し開けて煮込みます。かっこ沸騰後、約20分間煮ると。その後にじゃがいもを加えてさらに煮込みます。かっこ10分間って書いてあるんで。あ、遅いんだよ。先に書いとけって。はい、ここから、倍速でーす。とりあえず沸騰するまで倍速でーす。はい、沸騰してきましたね。沸騰してきたんで、蓋をします。一応アク取りしてからと書いてあるんですけど、僕はアク取りません。めんどくさいんで。アクもね、旨味の一つですから。で、こちらあれします。なんだ。蓋をして、これ圧力鍋のね、最強圧力にして、10分間煮まーす。で、これあとこっちですね。とりあえず、シューシュー言うんで、シューシュー言って、そしたら弱火にしますね。これでちゃんとパチって、なるんで、これで圧力かかってますね、これで。これで弱火にしとく。これで10分間。弱火で俺の場合はこれ10分間煮ます。これだと、一応煮込むのが30分煮込むって書いてあるんですけど、まあ、その3分の1でいいですね。3分の1 OK。あとは放置。はい、10分経ちましたので、一回電源をこうやって切ります。でですね、圧力鍋はですね、電源を切っても、まだ圧力がこれ生きてるんですね。なので、圧が抜けるまでこれを放置しなきゃいけないんですよ。なので、とりあえず放置。これいきなり開けるとね、爆発しますね。気をつけてください。これ、まあ、だんだんこれが、冷えてって圧力が抜けてくんですよ。それまでこれを待ちます。はい、ということでね、こちらね、圧力が下がったらしいので、ちょっと、開けまーす。はい。で持って、まあこんな感じですね。見えるかな。こん
な感じになります。で、そうしたら、ルーを溶かします。これ4皿分ですね。半量、半分の量、ね、ルーをと、ルーを半分の量を入れます。入れましたら、とスプーンで適当にかき混ぜると、溶かします。やっぱり結構あれですね。結構、でもまあ大丈夫か。じゃがいもがだいぶ崩れてますけど、まあ。で、そしたら、弱火で時々混ぜながら煮込み、とろみがついたら出来上がり、5分間。5分間ね。こんな感じで適当に煮込みます。これね、煮込むとね、じゃがいもの皮が勝手に剥けるんですよ。まあ、この間に適当にね、適当に洗い物を、洗い物を済ませて、なんて俺食うの何年ぶりだろうな。マジで何年ぶりだろう。5年ぐらい食ってない気がする。うまそうだな、おい。あ、おいしい。ちょっと味見。うまい、うまい。やるやん。 SB 食品やるやん。あ、うまこれ。コンソメパンチみたいな味するわ。
ポテトチップスのコンソメ味の似たような味。あ、うまこれ。うめえ。だいぶとろみが出てきた、ね、もうちょっとかな。やっぱとろけるカレーのとろけるカレーととろけるとろける系のこの SB 食品のやつは安いんだよね。とろけるカレーって安いじゃないですか。他のあのカレーのルーに比べると。で、バーモントカレーとか結構高いんですよ。多分一番安いんじゃないかな。とろけるカレーが。だから俺よく、まあカレーとか作るときは大体とろける系一番安いやつ。スーパーで行くと大体一番安いんだよね。とろけるカレー。一番安いってことは一番売れてるではないかなという。ことでね、一応、勝手に思ってるんですけど。あ、しかも普通にうまいしね。バーモントカレーちょっと甘すぎるし、ゴールデンカレーがなんかちょっと、ゴールデンカレーもなんか、うまみが少ねえんだよなと思って。カレーだとやっぱり、安定のとろけるカレーかな。個人的には。よし、冷凍したご飯も炊けたんで、炊けたというか、レンジでね、解凍というか、ね、しましたんで。よし。では、盛り付けまーす。
これにね、ぶっかけていきます。ぶっかけていきます。とろーり。とろーり。とろーり、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 とろーり。とろーり。とろけるー。これ反則に使っていいですよ。あの SB 食品さん。これ反則になる。ドロン。じゃん、できました。できました。てんてけでてってーんてんてーん、ビーフシチューでき上がり、食べようっと。いただきます。うまい。うん。あ。濃厚。あ。うん。じゃがいもも。うん。じゃがいももいい味出してる。程よいですね。ちょっと溶けかかってるけど、ちょっと溶けてるけど、コンソメや、コンソメパンチ。ポテトチップスのコンソメの味ですよね。人参。うん。柔らかい。やっぱかなり時短になりますね。あの圧力鍋はね。だいたい煮込む時間半分ぐらいで。3分の1で煮込んだ後に、余熱で、5分ぐらい煮たでしょ。だから、まあ、そんなもんかな。半分ぐらいかな。
もうちょっと短くてもよかったかな、煮込む時間ね。最初7分ぐらい煮込んで、その後どうせ余熱で5分ぐらい煮込むことになるんで、やっぱり最初7分ぐらいでもいいな、5分ぐらいでもいいかもしれない。最初5分煮込むじゃないですか。でその後に結局圧力がかかってるから5分余熱でね、冷めるまでっていうか、その圧力が抜けるまでに大体5分ぐらいかかるから、結果10分ぐらい。圧力鍋なら30分ぐらい煮込まなくても10分煮込んで3分の1ぐらいの煮込み時間でできますね。前しか言う言葉がねえか。人参も甘くてうめえわ。うまそう。あ、うん、うまっ。今日は暑い。今日部屋の中24度ぐらいあるんだよね。久々にあったかい。
じゃがいもの皮もいい味だしよ。やっぱじゃがいもは皮ごとだね。ただビーフシチューなのに肉が入ってないっていうね。ビーフシチューなのにビーフが入ってない。ビーフが入ってないどころか肉そのものが入ってないっていう、ね、これはちょっと残念です。ごちそうさまでした。ああ、うまかった。ああ、食った食った。いやー、体が温まりますな、これ。うん。ということでね。ご視聴ありがとうございました。